外は気持ちの良い青空、少しずつ色づき始めた紅葉とのコントラストがとても綺麗です。今日はとても気持ちの良い日ですね。さあ今日私は金沢市広坂にやってきています。場所はと言いますと、こちらに金沢歌劇座がありまして、今日ご紹介するお店はこのすぐ近くなんです。さあご紹介するお店いきますよ、あそこに大きな看板が見えてきました。とてもおしゃれな外観ですよ ね、 場所は天津専門店海帆というお店なんです、この和風な武家屋敷風の建物、実はこちらをリノベーションしたお店ということなんです。今日は11時半オープンなんですが、特別に早めに開けていただきました。では早速中入りましょう。和風なお店で天津が食べられるんですね。こんにちは、いらっしゃいます。こんにちは。すごいですよ、おしゃれな店内ですよ ね、 白を基調としていてとってもスタイリッシュです。まるでこう、和風とそして中華風、さらには新しいものと歴史深いものがこうミックスしたような建物ですね。はい、そうです、はい、さあ今日お話を伺うのは店長の若菜さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。若菜さんまだ金沢に来て3ヶ月なんですね、そうです。このお店のために家族で引っ越してきました。このお店のために、はい、そうなんですね。今日は、ね、よろしくお願いします。若菜さんもこちらの店、本当素敵だなと思うんですけれども、デザインはどなたが考えたんですか？デザインはですね、東京で映像プロデューサーをしているオーナーが全部デザインしまして、この武家屋敷をフルリノベーションしました。なるほど、武家屋敷だった建物をリノベーションしてこのようにおしゃれな空間になったわけですね、はい、そしてひときわ目を引くのが、はい、こちらすごいですね、壁一面にこれ、はい、大理石なんですよ、ね、これ色合いも素敵ですね、はい、オニキスで1枚の石だったものを中国から取り寄せたんですけれども、はい、もう1枚だと運べないので、泣く泣く切って持ってきたっていう感じの、はい、大きなものを使っていると。で、オニキスはなんかどんな意味が込められてるんですか？オニキスはですね、魔除けの効果もあるらしいので、はい、そうなんですね。おしゃれなだけではなくていろんな思いが込められてるんですね、うん、はい、そうですね、はい、そしてそもそもお店の名前海帆、どんな意味があるんですか？海帆は、漢字で開くに、ご飯の飯と書いて、中国語でご飯ができたよっていう意味なんですよ、はい、で皆さんに来てほしくてそういう名前にしました、そうなんですね、はい、じゃあ今日は海帆で海帆してもらってもいいですか？はい、わかりました。ではこちらどうぞ、はい、お願いします、はい。本当に素敵な店内なんですよ。使っているね、こういった家具だったりとか、あとはお料理で使われる食器なんかにもこだわりたくさん詰まっているそうです。はい、失礼します。さあそしてちょうど天使が蒸し上がったようですよ。はい、蒸し上がりました。うん、楽しみ。そう、キッチンも見えるんです。あ、はい、すごい。失礼いたします。あ、はい、本格的。蒸気が熱いのでお気をつけください。はい、わー、すごい、本当見た目もね、カラフル鮮やかですし可愛らしいですね、はい、でこちらはどんなお料理なんですか？こちらは一番人気のランチの B セットになります。ランチの B セット、はい、スターターからトマトのライチシロップ漬け、天津三種盛り、はい、あとローメンとデザートのアニー豆腐になります。すごい盛りだくさん、豪華ですね、でもやっぱり今日はもう主役の天津いきましょうか、はい、まずはどれからいきますか？ぜひぜひこのエビ蒸し餃子から、エビ蒸し餃子、はい、召し上がってみてください。かわいい、見てコロンとしたフォルムが愛らしい、はい、あ、ちょっと熱そうなのでちょっと別側に取りますね、はい、すごいプルプルプルすごい、じゃあちょっと持ってます。はい、よいしょ、わーわーわー、あ、かわいい、見て、あ、なんかちょっとほんのりとピンクのね、ね、もちもちですね、結構大きめのエビが入ってそうな、はい、エビのよいしょ、スープが出てきてる、ね、あ、いい香りする、わ、すごい、じゃあいただきます。はい、うん、もっちもち、うん、すごく美味しいですよね。すごい美味しい、はい、ありがとうございます。もう皮が本当にもちもち、弾力がある、で中のエビプリップリですよ、これも、はい、食感が本当に印象的ですね。そうですね、もう皮のもちもち感とエビのプリプリ感が最高です、本当だ、すごいですね、はい、この弾力。
さあそして、はい、次はもう一番人気 の、うん、あの金のシューマイをぜひ召し上がってみてください、うん、金のシューマイですって、はい、中に金かぶたのスープが入っておりますので、うん、ちょっと溢れ出ちゃうので、うん、熱々のスープ気をつけてください、うん、スープ熱々は、はい、金の、ね、シューマイというだけあって本当なんか見た目も豪華ですね、はい、よいしょ、じゃあ割ってみますか。いきますよ、せーの、よあっ、すごいすごい、すごい、息が、あ、ね、見て見て見て、すごい、ほらほらほら、見えます、じわーじわーだー、じわ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 、ポロンと、すごい、うん、ね、食べたい、美味しそうでしょ、よし、じゃあ、いきますか、この肉感すごい、召し上がってください、食べたい、すごい、いただきます、うん、すごい旨味、もう一番人気で、うん、と美味しいんですよ、お肉の味しっかり分かりますよ、やっぱりこのお肉のスープですよ、ジューシー、美味しい、食べ応えがある、うんうんうん、これはもう癖になる、やみつきになりますね、やみつきになります、うん、もうリピーターもすごく多いです、リピーター多いんですね、はい、どうですか、あのセットたくさんあるってお話でしたけれども、はい、この他の A と C のセットにも点心はつくんですか、はい、はい、A と C はまた別の3種の点心がついてまいりますので、なるほど、はい、そしてね、さまざまなメニューもありますけど、こういったローメンっていう、まあ、このお店、はい、オリジナルなんですか、これはあの中国 の、 あの汁なし麺でございまして、うん、上に揚げネギが乗っているのが特徴です、これもね後でゆっくりいただきたいと思います、うん、さあね、こちらのお店先月オープンしたばかりということですけれども、今後どんな予定があるんですか。今はですね、あの毎週金曜日に、ミュージックイベントをやっておりまして、はい、でちょうど今週末、うん、金曜日と土曜日に東京から、うん、あのDJ 大沢慎一さんをお呼びしまして、ちょっと大きなイベントを行いますので、よかったらぜひあのインスタをチェックしていただければと思います、はい、わかりました。2階にも席があるということで、お店も夜までやってるそうですよ、はい、皆さんぜひいらしてみてください。以上、お出かけ中継でした、はい、ありがとうございます。はい、金沢の、ね、街並みにぴったりな外観、そして個性的な、ね、お店の中もあって美味しい点心、非常にこうおしゃれランチにぴったりなのかなと思いましたけれど、なんかあのああいう旅行のするような場所だったら和食とか多いイメージの中で、やっぱ地元民としてはやっぱ点心とかちょっと違うの食べたいじゃないですか、うんうんうん、新しいお店ができたなと思います ね、また市内のど真ん中にこう、ね、あるっていうのも嬉しいですよ ね、うん、ね、美味しそう、でもあの中からの肉汁がたまらないですよね、いや本当に美味しそうでした、皆さんぜひ行ってみてください、うん、以上お出かけ中継でした、はい。